私たちはガールスカウト148団です。普段は葛飾区内でボランティアやキャンプなどの活動をしています。今日は私たちが普段キャンプでやっていることを応用して災害時に役に立つことをお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。はい、これから災害時に簡単に作れる、ご飯、今日は炊き込みご飯と親子丼を作りたいと思います。はい、材料はこちらです。じゃあまずはこのお米を、この加熱しても大丈夫なビニール袋に移します。そしたらこのお米をこの袋のまま洗っていきたいと思います。袋のまま水をちょろっと入れて十分でやるジャブジャブするだけで。で、洗えたら次はお水を入れます。で、お水の量なんですけれど、だいたいお米1合に対して 200cc で、今回災害時計量カップがないことも考えて、ちょっと手元にあった 500ml のペットボトルを用意しました。これは 500ml のペットボトルなので、だいたい5分の2に入れたら 200ml になるはずなので、お袋に入れます。で、袋に入れたお米はできるだけ空気を抜いて袋を縛ります。くるくるするとちょっと抜きやすいかな。はい、じゃあまずは炊き込みご飯の方を作りたいと思います。入れるのはこのシーチキンと塩昆布、これをそのまんま中に入れるだけです。油切りとかもやっぱエネルギー大事だから、ね、油いっぱい食べよう。はい、大事。塩昆布はまあお好みの量でないかな。これぐらい、はい。で、こちらの空気を抜いて、というだけ空気を抜いて袋を縛ります。はい、でこれは一旦置いておきます。では次は親子丼を作りたいと思います。はい、まずはビニール袋をもう一つ加熱可能なものを用意します。じゃあこのビニール袋に卵を一つ割って入れます。じゃあ次はこの焼き鳥の缶詰を入れます。めんつゆを、まあ、ちょっと適量。
さじ1ぐらい。足りなかったら、あとで入れれば。で、この湯を混ぜ合わせます。うん、卵を潰して。どうかな、背徳感がある。いや。卵を潰さないかもしれない。卵を潰さないもんね。そしたら袋を縛ります。じゃあお湯が沸けたら鍋にこのビニール袋たちを入れていきます。そしてもう20分煮込みます。じゃあ20分煮ました。いいんですけど、熱い。はい、こんな風に火がしっかり通りました。その後10分間蒸らして完成です。じゃあ蓋を閉めて蒸らします。これでも十分スリッパとして履けるんですが、強度を出すために中に段ボールを入れたりとか、あとは脱げないように輪ゴムとかを使って工夫するとより強いものができるので、ぜひやってみてください。それではこの段ボールを使って段ボールテーブルを作っていきたいと思います。まずはこの段ボールをこの形にしたいと思います。
箱とこの段ボールを結束バンドでつなぎ合わせていきたいと思います。ご飯を食べるのが夜になっても、こんな風にペットボトルを使ってランプを作れば結構明るくご飯を食べることができます。キャンプでの技術はこのように災害時にも役に立ちます。ガールスカウトではキャンプ以外にもいろいろな活動をしています。私は、ロープワークができるようになりました。私はガールスカウトのイベントを通していろんな人と友達になることができました。私はキャンプを通して自立して生活できるようになりました。ぜひ気になった人は一緒に活動しましょう。わあ、来てくれてありがとう。また葛飾区でお会いしましょう。バイバイ。バイバナナ、バイバイバナナ、バイバナナ、バイバイバナナ、バイバナナ、バイバイバナナ、バイバナナ、バイバイバナナ。テーブルを応用してベッドを作ってみました。これから乗ってみます。お客様、寝心地はいかがですか？快適で硬さもあるので、一晩乗っても一晩寝ても大丈夫そうです。ありがとうございます。それではこちらへどうぞ。